キャロライン・ブービエ・ケネディは、アメリカ合衆国の弁護士、作家、外交官、中日アメリカ合衆国大使を務めた、第35代大統領ジョン・カイ・ケネディの長女、左利き、父とヨット、ハニー・フィッツ号に乗るキャロライン・チチ・ジョン・カイ・ケネディと、母ジャ・クリーン・ケネディの長女として、ニューヨークで生まれた。1960年の大統領選挙で、父が、 大統領に選出された翌年、ホワイトハウスに入り、合衆国大統領の娘として、世界的な関心を集めた。1963年11月22日に、父が暗殺されると母とニューヨークに戻り、彼女の保護の下で、メディアの報道合戦には巻き込まれずに済んだ。学士号を取得して、セブンシスターズの名門校、ラドクリフ大学を卒業後、 コロンビア大学ロースクールを卒業して、ホーム博士となり、弁護士資格を得た。元国務長官のジョン・ケリーが、家庭教師だった。メトロポリタン美術館在職中に、ユダヤ系ウクライナ人のチオヒックエドウィン・シュロスバーグと出会い、1986年に結婚した。なお、祖父のジョセフ・ P ・ケネディは、中英アメリカ合衆国大使を務めたことがある。 ケネディ記念図書館の館長やハーバード大学、ケネディスクールの顧問を務めた。キャロライン自身が直接政治活動をすることは少ないが、2008年の大統領選挙では、おじのエドワード・ケネディ上院議員とバラク・オバマ候補への支持を表明し、同人への副大統領候補者選考委員会で仕事をした。中華大使候補にもたびたび稽せられたが、 ニューヨーク州選出のヒラリー・クリントン上院議員がオバマ政権で国務長官に就任することが明らかになるとその光景に意欲を見せた。CNN などの共同世論調査では過半数がケネディは上院議員になる資質を備えていると答え、またケネディがヒラリーの光景となることには52%が肯定的42、42%が否定的な反応を示した。しかし、 2009年1月になって、一審上の都合により、上院議員の補填指名を受けることを辞退した。訪米した、安倍晋三首相を出迎えるケナディ中日大使2013年の春頃からジョン・ルースに代わる中日大使への起用が取り沙汰され、同年7月24日にホワイトハウスが中日大使への起用を発表した。キャロラインの日本との接点の少なさを懸念する向きも、 あったが、9月の上院外交委員会校長会では1978年に初めて日本を訪れたエピソードなどを披露して、日本ほど私が不任したいと思う国は思いつかないと、不妊に意欲を見せ、10月16日の上院本会議での承認を経て11月12日に国務省で宣誓式に臨んだ。 同月19日の皇居での新任情報定式を経て、正式に特命全権大使に着任した。皇居までの沿道には約4000人が詰めかけた。新任情報定式においては、キャロラインは平服で皇居に現れた。史上初の女性の中日アメリカ合衆国大使となった。ただ、儀式にふさわしくない服装及びその際の立ち居振る舞いに問題があるとして、 失礼との批判が起こった。就任して約一週間後に東日本大震災の被災地、宮城県石巻市を訪問し、被災者と交流した。その後、東日本大震災の被災地には複数回訪問。2016年の熊本地震の際にも熊本を遺問に訪れた。同年12月26日に内閣総理大臣、安倍晋三が 靖国神社を参拝すると、中日アメリカ大使館は、日本の指導者が、近隣諸国との緊張を悪化させるような行動を取ったことに、米国政府は失望している。とのコメントを発表し、安倍に対する失望感をあらわにした。二千十四年一月十八日、和歌山県東室郡大事町にて行われている、イルカ追い込み漁に対し、短文投稿サイトツイッター上で、米国政府は、 イルカの追い込み量に反対します。イルカが殺される追い込み量の非人道性について深く懸念しています。というメッセージを発信し、賛否両方からの返信が寄せられた。なお、当人はこの件について賛否両論論争が出るのは健全なことと語っている。この発言については、日本に対する他国からの懸念についての配慮を求める意図があったのではないかという見方もある。 2014年2月15日、NHK 経営委員会を務める作家の桃田直樹が南京事件の存在を否定する発言をしたことや、極東国際軍事裁判、東京大空襲に関する米国批判を理由に、大使就任直後の前年11月から申請されていた NHK とのインタビュー取材を拒否していたと報じられた。2014年6月18日に起きた東京都。 議会や自問題において自分が早く結婚したらいいじゃないか、埋めないのかといったセクシャルハラスメントに対するやじを自民党所属の東京都議会議員鈴木昭弘らから受けた塩村彩香に対して激励の手紙を送った。2015年2月、ケネディを執拗に脅迫していたとして男が逮捕されていたことが分かった。もっともキャロラインへの脅迫はこの男からだけではなく、 イルカ漁や靖国問題に関してのコメントの後、脅迫が殺到したと複数の米国メディアは報じた。全民のジョン・ルース同様に、広島市、長崎市での平和式典に出席、ジョン・ケリーと伴いに、現職の大統領であるバラク・オバマの広島訪問を推し進めた一人とされる。キャロライン自身は、1978年に、叔父のエドワード・ケネディと共に初めて広島に訪れ、 深く心を動かされたという。沖縄前線没者追悼式に2014年から2016年までの3回出席した。沖縄問題への関心は高いとされ、沖縄県への訪問は7回に及んだ。オバマ政権の終了に伴い離任、2017年1月18日、帰国の途に着いた。同年8月10日、ボーイング取締役に就任。 2013年11月12日、日本中殺特命全権大使宣誓式にて、アメリカ合衆国の国務長官、ジョン・ケリー、日本のアメリカ合衆国中殺特命全権大使、笹江健一郎らと2013年11月15日、成田国際空港にて、中日米国大使着任後発の、ステートメント公民権運動に関する、エレンワールダーモンとの協調。 ニューヨークタイムズのベストセラーにもなった短編著、その他の主な著作物。ありがとうございます。